い、どうもこんにちは、ハリウッド俳優のシャギーでございます。本日はですね、こちら、マリナ・デルレイ、の、ですね、ちょっと待って、マリナ・デルレイのですね、バートン・チェイス・パーク、バートン・チェイス・パーク、バートン・チェイスっていうのは、あのマリナ・デルレイの父と呼ばれるね、方が、いるんですけれども、その方を記念して作られた、公園ということで、このマリナ・デルレイの中心に存在するこの公園ですね、結構ね、Google のマップでも評価が、すごく積み重なって、よろしいようなので、まあ、ちょっと日暮れ時のね、美しい夜景が撮れると思って、今日はバートン・チェイス・パークに来てみましたよ。マリナ・デルレイの美しい、景色を撮っていきたいと思いますので、360度カメラでね、撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、今日はバートン・チェイス・パーク、行ってみよう。いや、まあね、至る所に書いてあるんですけど、マスクリクワイアドね、やっぱりね、コロナ禍真っ最中ですよね。ノーモータライズスクーター入れないんだね。なんかスクーターとか入っちゃいけないですね。すごいボートの波止場ですから、もうね、個人所有のクルーザーとかだからね、まあつまりお金持ちしかね、ボートとか持てないわけですから、つまりまあ住んでるここら辺近辺の方々はお金持ち、つまりはまあそのね、こういった公園とかも非常に落ち着いていると。いや、なんていうんですか、ホームレスさんとかも少なくて、治安もそんなに悪くないというようなね、の地域にはなってますね。ただ、マリアネルレね、まあ、その、クルーザーとかもね、後場っていう感じで有名なんですけど、まあ、観光で来るかっていうとね、まあ、来てもいいんでしょうけど、そんな観光でね、見どころがあるかっていう、船乗らないと、船乗るなら来るでしょうけど、船乗らないとね、特に見どころみたいなものはないかもしれませんね。そんな中で、このマリナ・デルレイの父と呼ばれるね、バートン・チェイスという方がね、作った、バートン・チェイス・パークですね。あ、その方が作ったのかどうかは、ちょっとね、記念して作ったパークということですね。はい。そしてこの謎の館、バートン・チェイス・パークにある謎の館ですけれども、こちらが何なのかはわからないと。ちょっとわからなかったですね。はあ、しかし、バーベキューができるんだね。バーベキュープレイスが用意されておる。ははあ、なるほどね。マスクしろよと。マスクしてバーベキューしろよと。マジかよって感じですけどね。ははあ、なるほど。なかなかね、いい公園ですけど、ホームレスさんの気配がしてきましたね。謎のね、ショッピングカートに何やらゴミのようなものが詰まってるということは、まあ、ホームレスさんのサインなんですね。というわけで、避けて通りましょう。いや、すごいね。あれ、モータービアクルは入れないとか言ってたのに、道路がね、ある。外周をモータービアクルで渡れますね。ははん。まあ、あちらではなく、こちらからちょっとね、渡っていきましょうかね。いや。しかし、高低差があって非常に美しい公園ですね。うん。普段はやはりお金持ちたちはね、ここでバーベキューなどをしに来るんでしょうね。なるほどね。今は閉鎖中ね。完全閉鎖中。あるのに黄色いテープで、犯罪現場のように閉鎖中ですね。いや、ボビーさんがね、靴を落とした少年が落としたのかな、なんかね、靴を落とした人を助けに行ってしまいましたね。もう、人となりが素晴らしいボビーですね。ありがとうございます、ボビーさん。はい、じゃあこっちから行きましょうか。さすがですね。もっと見えてまいりました。ここは小高い丘になってるよね。あっち側まで行けるのかな。
ちょっとわからないけど、あら、このマリアデルレの全景が拝める。さすがここに公園を作るだけはありますね。マリナデルレ全部が見渡せる公園になってますね。すごい。非常に景色がいいですね。ウォーターバイクとかに乗ってる人が、え？あそこで泣いてる生物がいるよ。アシカ？アザラシ？何かのね、これ像がありますね。フィッシャーマンの像ですかね。ああ、素晴らしい像がありますね。なるほどね。あ、ここもいいね。そして先ほどから泣いている生物は一体何でしょうか。あれ？あれは、すげえ。やばい。日本で見たことがないアシカが列を出して寝ております。すごい。あら。マジで。すごいよ。アシカ、アザラシ。どっちでしょうね。こんなのある？すごいんだね、これ。これ、すごい。すごいね。マリナデルレの全景が拝めるこの公園、もうほんとすべてのマリナデルレが拝めますね。あの、なんていうんですか、あの、もうヨットばっかりですけどね。ヨットクルーザーばっかりですけど、いや、見れますね。じゃあ再び登って行ってみましょうね。この公園の丘を登ってみますね。いや、公園の中なのに素敵な橋がありますね。やばい、何かアクティビティをされている。あの、公園の中でアクティビティしてますね。素晴らしい橋。邪魔をしないように行きましょう。すごいな。いやー、マリナデルレの全景ですね。すごい、ヨットばかりですけれども。なるほどね。まあな、マリナデルレとは何かっていうことですよね。つまりお金持ちが、あの、 お金持ちのクルーザーとか船を、あの、停泊してあげる船着き場ということですね。本当に要するにそういうこと。いやー、これがマリナデルレイと。いや、お分かりいただけましたでしょうか。これがマリナデルレイということですね。これがまさにマリナデルレイでございます。いや、すごい。よいしょ。よいしょ。なるほどね。やっぱりお金持ちの船っていうか、船にはやっぱりレーダーとかついてるんですね。一つ一つが最新設備と。多分、まあでももう金持ちの船だから、船の中に泊まってる人とかね、はいないと思うんですよね。そしてこれは、サンタモニカヨットクラブ？はぁ、の建物と。ヨットクラブっていうのがあるんですね。マリナデルレのホテルとかもね、ここにいっぱいあると。で、船の中には黙って入れないように、
もうちゃんと鍵がされてる。二重に鍵されてるんでしょうね。船の方にも鍵がされてるしということなんでしょうけれどもね。ああ、もう駐車場なのに、さすがマリア・デレレの公園ですね。ヨットが止まってるということもあるんですね。はい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 。はい。いや、そんな形でね。よし。ではね、はい、元の場所に戻ってきましたよ。ここが公園の入り口ですね。そして公園の入り口にね、先ほど申し上げた、バートン・チェイスさんの名前が掲げられております。こちら見えますかね。バートン・チェイスさんいらっしゃいますね。いろいろと。1972年でもう亡くなった人なんですね。私が生まれるよりも先に亡くなってもらいますね。つまり、この人を、記念して、まあ、この公園が建てられたということですね。で、そんなわけでですね、今日はですね、このバートン・チェイス・パーク、マリナ・デレレーバートン・チェイス・パーク、行ってみましたよ、ということで、それでは、ハリウッド俳優のシャギーでした。バイバイ。